美さん、はい、サプリって飲んでますか？飲んでません。私はサプリはね全く取ってないですけど、さやちゃんは取ってますか？私も取ってないんですけどでも取りたいなって、なんか栄養が足りてないなって体が、うんうん、なんか感じる時があるので、うん、何かいいのがあったら取りたいなとは思ってるんですけど。そうなんだね。じゃあ今日はサプリの話をしていこうと思います。べっぴんきねべっぴん体質、鈴木ひろみです。今日もさやちゃんと一緒にやっていきたいと思います。さやちゃんお願いします。はい、お願いします。サプリメントを選ぼうと思っても、いろいろ錠剤のものとか、液状のものとかいろんなタイプがあって、はい、選びにくいなって思うんですけれども、なんかこうデメリットとかメリットとかあったら教えてほしいんですけれども、サプリって本当いろんなものがあって、なんかお薬のような感じがするじゃない、サプリって。そうですね。でもなんか食品として販売されているものが多いので、だから自己責任で飲むみたいな感じじゃない。そうだから選び方すごい大事だよね。そうですね、すごく、ね、いいものと思ってサプリを手に取っても、それがもしかしたら台無しになっちゃうかもしれないって思うと、やっぱり大変だけど、こうサプリじゃなくて自分で作ったものから取るのがいいのかなってすごく迷っちゃいます。なんかどんなサプリを取りたいと思うことが多い？そうですね、なんか野菜の、緑というかグリーンのものが足りないなとか思った時に、そういう補えるものあるかなとか、どういうもので補えるかなっていうのが、ありますね。なんかやっぱりビタミン C とか、私はめっちゃ口内炎ができてたので、ね、ビタミン B とか肌荒れとかもさ、チョコラ BB みたいな感じじゃない？だからなんかお肌荒れたりとか口内炎とかの人は B 群なのかなと思うけど、どう？さよちゃんは、まあね、青菜系だと A と C が取れるよね。そうですね、そこら辺の栄養素のね選び方がやっぱり重要なのかなと思いました。あとやっぱりなんかビタミン C がサプリで取る人も多いかなと思うんだけど、私も麹はビタミン B 群はやっぱりいっぱい取れる感じがすごいしてるので、口内炎も無事に治っているからみたいな感じなんだよね。そうなので、なんかその辺かなと思うんだけど、まあ、サプリね、でもね、私もうまく取り入れられるなら取り入れたいなとか、あとまあ製薬会社とかにもいたので、まあ、お薬とかなんかそんなお話もちょっとしながら今日は進めていこうかなと思っています。でこちらのべっぴんきんチャンネルはですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。レシピもいっぱいありますので、ぜひよかったら他のべっぴんきんチャンネルもいろいろ見てみていただければと思うんですけれども、ね、日本の国菌の麹菌からできているものが麹になります。でこの麹はですね、お醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒もですね、全部麹からできています。まあ、麹はですね、本当に日本の調味料の本当に原点にあるので、まあ、麹がなかったらこの日本の調味料はなかったし、本当に和食というのもね生まれてなかったんじゃないかなというふうに思っています。本当に麹を食べてたくさんの方の笑顔がどんどんね増えていくと思ってやっておりますので、ぜひよかったらチャンネル登録とグッドボタンとそしてシェアもお願いできればと思います。はい、そして LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらお友達になってください。サプリを選ぶときに、こういうのは気をつけて選んだ方がいいよとか注意点ってあるんですか？まあ、含有量とかね、あの多い順に食品って裏ね見ると書いてあります。ビタミン E とかを例えば取るとして、まあ、何が含まれているのかを裏で見ていただくといいかなと思います。でどうしてもそのサプリにするときに、まあ、その形状にもよるけど、錠剤にするときとかだったりとか、なんかカプセルに入ってるとかっていうのによって、まあ、添加物だったりとか、なんかそういったものを一緒に取る可能性は高いですね。そういうものを一緒にとっても上回るぐらいの栄養素みたいなものが取れればいいかなと思うんですけど、それがどうかなって感じだよね。サプリも便利ではあると思うんですけれども、サプリを取らずにやっぱり栄養を賄うとしたら、お食事が大事ですかね。そうですね、でもめんどくさいよね。そうですね、めんどくさいのはすごいわかるから、まあでもほら、やっぱりさ、青菜食べたらさ、ちょっとさ、ちゃんと今日は青菜取ったなっていう感じするんじゃん。そう、だからめちゃくちゃお味噌汁とかスープ推しなんだよね。キノコと緑の葉っぱ系さとさ、海藻を取れるじゃんっていう、なんかそれがすごい私は
一番いいなと思うんだよなと思ってて、これからの季節、うん、なんか青菜って何が出てきますか？これからの季節は夏はねモロヘイヤとかあとつるむらさきが出てくるんだよね。夏になると私はモロヘイヤばかりを買い漁っていますっていう感じで、まあ、サラダにも使えるしスープ系も美味しいよね。つるむらさきは好みはあるかもしれないけど私は好きです。うん。でやっぱほうれん草もさすごいいいけどさ、ほうれん草ってさあのシュウ酸があるからさ一回茹でた方がいいんですね。普通のほうれん草買った時はちゃんと茹でるようにしてるんだけどシュウ酸でも最近私はいい方法が編み出して、サラダほうれん草みたいなの見たことない？ああ、分からないですね。なんかそのまま生で食べられるサラダほうれん草みたいな最近売ってるんですよ。でそれなんかシュウ酸がね あんまり含まれてないらしいのね。だからサラダ用だけどそれをそのままスープに入れるとかをするとその一回茹でなきゃいけないとかないから良くない？良い良いでしょ。とてもいいです。そうなんかあのベビーリーフみたいな感じのベビーほうれん草みたいな葉っぱだけが入ってるやつとかが最近売ってんだよね。ビタミン C ってさ水溶性だからさ流れちゃうじゃない、茹でたりとかする。それすごいもったいないじゃん。だからなんかこうシャッシャってそのまま切って入れれるとスープそのまま取れるからいいなっていうのと、まあ、サラダね体冷える感じがする人はスープの方がいいなと思うので、そんな感じでやってもらうと良いかしらと思う。なんかそういうやっぱなんかサプリよりね、うん、ご飯で食べる方が何も添加物取らずに済むし、あとなんかそのサプリによってももちろんいいものもあると思うんだよサプリでも。でもなんかこうなんか飲んだら逆にプラマイマイナスかもしれないみたいなものを飲むんだったら、うん、ちょっとそういう風に工夫してご飯に入れて食べるとかの方がやっぱりいいかなと私は思っている感じです。でビタミン B 群は麹いっぱい含まれているので調味料で使ったり甘酒で、はい、美味しく食べていただいて、あのビタミン B はしっかり補給していただくといいかなと思います。はい、ということで今日はサプリのお話をさせていただきました。いいものから悪いものまでいろいろあるから、いろいろね選び方皆さんぜひ裏を見ていただいてですね、自分のそうライフスタイルに合わせたものをぜひね選んでいただくといいかなと思います。はい、でやっぱり食事で取れるのがベストではあるかなと思いますので、玉ねぎ麹とかきのこ麹とか玉ねぎセロリ麹もこの間ライブでやったんですけど、そういうのね あるとただそれをシャッと入れれば玉ねぎとセロリも取れるじゃないってなると結構いいんじゃないって思うので、はい、その辺も一緒に作っておいていただくとすごくお料理が楽ちんに栄養素もしっかり取れるかなと思いますので、ぜひやってみてください。一緒に作ろうというねコーナー毎週水曜日ね朝6時20分からやっております。はい、こちらはですね毎週日曜日にですね今週のメニューというのとですね一緒に用意しておいていただきたいものをですねお送りしてますので、よかったら LINE 公式お友達になっておいていただいて、ぜひライブもご参加いただけると嬉しいです。ということで今日も皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。いろみさんのレシピのおから味噌とマヨネーズにあまりコールスローや温野菜にかけて食べています。嬉しい、ありがとう。卵を使わなくてもこんなに美味しくマヨネーズができるなんて感動です。うん、ひろみさんのレシピの中にチョコレート麹はありますか？うん、探したのですが見つけられなかったので、ぜひ朝活で作っていただけたら嬉しいです。はい、チョコレートとして固めるパターンじゃなくてホットチョコレートとして飲むやつ、ドリンクの方にはなるんですけど、そちらの動画はあるのでよかったらそちらを見てみていただければと思います。ココア麹とかねそういうものでもいいかなと思うので、動画を出したりライブも考えたいと思います。